はい、皆さんこんにちは。はい、今日はクレーンゲームの中にトミカの建設車両が入ってます。全部取れるかな。はるくん、今回挑戦できる回数は20回です。いっぱいじゃない、20回です。はい、それじゃあね、挑戦してみてください。はい、いい、いいよ。お、上手。お、すごい、いっぱい取れた、はるくん。残念。惜しい。お、はるくん2台取りだね。お、2台取れるんじゃない。あー、取れなかったね。あれ、取れないね、はるくん。ひっくり返った。はい、はるくん、今回特別に取りやすくひっくり返してあげたからね。はい、2個目ゲット。あれ、立てた。お、うまいんじゃない。あー、ダメだね。お、いいんじゃない。お、取れた。はい、3つ目ゲット、うん、はい、4つ目、あと1個だね、はるくん。あと1個は難しいよ、はるくん。ジジー、大外れ。
おーすごい、マーク惜しい、落ちた。あーこれダメだね、残念。やばいやばいよ、ハルくん。これも失敗か？絶対いい。取れるかな？あーちょっと崩れてる。残念。お、上手かもしれん。うん、はい、出さんでいいよ、ハルは。惜しいね、ハルくん。はい、ハルくん、ラスト1回になっちゃったね。取れるかな。お、上手なんじゃない、ハルくん。お、上手。取れた、ハルくん。やったね。近い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 。はいよ。はい、おめでとう。全部取れました。どうだい？なんでバイバイやね。これから始まるんだよ。バイバイ。え、それでは見事ゲットした建設車両を全部開けていきましょう。うん。どれから開けていこうか。あ、でかいのから開けるんだね。ここにもあるよ。入ってたのね、こちらの4台が入ってました。こちらにね、ショベルカーもついてます。ユンボですね。解体とかに使うね、つまみがついてますね。そしてね、こちらが重機搬送車になります。こんな感じでね、ショベルカーをね、乗せることができて、ユニックまでついてます。すごいね。そしてね、この白いのがダンプカーになります。なんかダンプカーちょっと長細いな。そしてこの黄色いのがブルドーザーになります。ちゃんとね、ブレードがね、上下でね稼働して、キャタピラもちゃんと動きますし、後ろにね、なんとね、リッパーまでついてるっていうね、優れもののブルドーザーですね。すごくリアルにできてる。音もいい。キュ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 言ってる。ブレードがね、上げて下ろしてっていうことができるのがいいね。そして最後、めちゃめちゃね、アームが長いショベルカーが入ってました。これもね、ちゃんとキャタピラが稼働して、アームの先端にはね、バケットがついてますね。これでね、土砂とかいろんなものを掘り上げてダンプにね、積んだりするやつですよね。ということで、検出車両セット5にはね、こちらのね、4台が入ってました。一応ね、5台になるのかな。よかったね、ハルくん。それではね、残りの建設車両を開けていこうか。次は日本除雪機製作所ロータリー除雪車 HTR265 を開けていきます。覚えれないな、これはね、車両の名前。はい、除雪車をね、開封しました。ここのね、ローターで書き込んで、ここからね、ボボボボボボっと出るのかな。多分そんな感じですよね、除雪車って。めったに見ることないんで、ちょっとわからないですけど、多分ね、そんな感じだと思います。本物はね、めちゃめちゃ高いんでしょうね。次はね、前田製作所カニクレーンを開けていきます。普通の工事現場では見ることあんまりないですよね。はい、出しました。こんな感じですね。ちゃんとね、足の部分が動いて、あとクレーンもね、動きます。あ、すごい伸びるんだ。こうやって好きなところに動いて、ガチャーンと足を固定して、重たいものをね、ウィーンウィーンウィーンって釣り上げるんだね、多分。はい、次はね、小松ブルドーザー D155AX の6ですね。これを開けていきます。さっき開けた建設車両のブルドーザーとね、ほぼ一緒。ただね、キャタピラの色が黒と黄色でちょっと違いますね。じゃあ開けてみましょう。はい、こんな感じでね、さっきのともうほぼ一緒ですね。ブレードのね、下の部分もちょっと違いますね。あとは一緒かな。
ほぼ一緒ですね。ハルくん2台になっちゃったね。大丈夫。よかったね。そして最後はコベルコラフテレンクレーンパンサー X250 っていうねクレーン車になります。あ、伸びたね。あ、クレーン車どっちが長いんかな、どっちが長いのかな。このクレーン車は結構大型だからね。このクレーン車すごいちゃんと動く。これも動いた？動かないよねこっちのクレーン、ね、すごいこれいいじゃん。あとねこのクレーンもねちゃんと伸びて、あ、すごい三段式めっちゃ伸びるし、カニクレーンが一番短い。なんかカニクレーン役に立たないな、これじゃ距離が短すぎて。ハル君はどの車両が一番大好きだったですか？ケニケニ一番長いもんねそれ。ということでハル君が大好きなのはクレーン車でした。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。